井正明と吹雪純酒井正明吹雪純が28日都内で行われた第37回東京国際祭オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。シンガポールの鬼才エリック・クー監督による作品スピリットワールド現代に酒井正明と吹雪純が出演。同作は祭りのガラセレクションに出品している。酒井正明はストライプが入ったスーツ姿で登壇。さすがの貫禄を見せつつも笑顔を交えて取材陣の質問に答えていた。レッドカーペット終点では吹雪純と共にフォトコールにも応じた。